ここでちょっとね、休んで好感度当てとかないとやばいやばいやばい。いや、最高じゃん。うわ、バスオム、コスチューム、高いマイク、美白。うわー、迷うんだけど、正直今配信始めたってでしょ？高いマイクもいらないし、コスチュームもいらないし、美白もなんか持ってないほうがバスオムで。最高ですね。I love you.なあ、最高か。いや、その高いマイクとかは配信が整ってからやったらいいから、別に今の段階はいらないんだよね、正直。え？もっと、やだやだ。適量でお願いします。気分良くなってて、やばいやばい。ファイト！お薬ちゃんになんかキャラクター見てるもん。元気出たのは本当だから挨拶準備頑張るぞい。疲れてるみたい。やばいな。熱湯をねっとり見ようかな。最高か。それなぁ。あれなぁ。対話が続くな。はぁ。いいかな。どうしようかな。遊ぶ。ええー、なこと。あらま。ええー、なこと。ええー、なことが。ええー、なことが。あらま、そんなことあってよろしくて。ストレスが下がれてる。ああ、いやいや、よくないよくない。よくないよ。見ど？動画サイト？掲示板？やばいやばい。出会いとかいらないいらない。え？これすごくない？すごいよ。ストレスガン下がりだし、好感度バカ上がりだし、闇度下がるし、素晴らしくない？明日になるのか。そっかそっか。どうする？ね、ちなみに寝たらどれぐらい？あー、なるほど。好感度は変わらずというね。うえぇ。強すぎて泣く。一日ぐらいいいんじゃない？やったからね。でかいやつ。あ、いや、ちょっと。英語さんにしちゃった。配信の準備張り切ってまーす。ヒョロは驚くで最強の値段出してるから楽しみにしてるよな。イラ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 。なんも思いつかない。疲れてるみたい。やばいやばい。陰謀論。陰謀論。あ、こういった猫も怒らすね。そうですね。なんも思いつかないし、なんもしない。な、悪い悪い悪い。陰謀論。OK。オタクになるのは仕組まれたことだった。マジで？そういう系？了解しました。じゃ夜に住みましょう。陰謀論めっちゃ上がるけど、ストレスガン上がりする。やばいかもな。わー。春までど。ほえー。どうしよっかなー。ストレス60個までいけるかな。30にはいけると思うんだよね。とりあえずこれだって1万にいくか。これ多分ね、5000、6000くらいいくと思う、多分。あ、ストレスがね、怖いんだよ、60いくの。おスキップしちゃった。はい、この世界で生きる福さ、上天ちゃんだよ。フィクサーですね。陰謀論好きかな。そういうの好きでよく調べちゃう。すごいよね。さすがに陰謀論詳しくないな、うち。あ、そう、好きなやつね。ワクワクする、好き、最高。好きだよ。たまーに私は好きな陰謀論紹介してる。陰謀論紹介チャンネルになっちまってるよ。オタク文化陰謀論説。すごいね。のめり込むから、お前は消えたまえ。
マニアック、マニアックで絶妙なチョイス。まあいいじゃねえか。なるほどね。確かにね、あんだってって感じよね。いや、普通にね、日本人をオタクにして愚かにするための陰謀らしい。ぶっとの説。確かにね、そうなら大成功ですよ。怖い。いやいや、そんなことないよ。怖いね、好き、怪しも好き。この路線で行くの、うるさい。消えたまえ。俺はオタクじゃないぞ。すっかりフリーメイさん騙されておいてた。これ、これ、これ引いちょっとっか。笑点ちゃんいないで騙されてもいい。確かにね。このジャンルもある。いいね。やばい人になりそう。やばい人になりそうですね。確かに、オタクになることが仕掛けられた策略でも、お金は天使と出会えたから、それはね、そうですね。よくある感じで。まあまあ、そうですね。でも、聞くのは楽しいよね。わかんねえけど。責任。それはすぐにね、病院駆け込んでください。はい。オタクはみんな俺はオタクじゃないって言うからな。それはね、確かにそうなんだよ。私も言いがち。わかる。めちゃくちゃわかる。やばい、疲れてる。やばい、やばい、疲れてる。LINE 見て、未読無視やめろ。わかりました。やばいやばい、疲れてる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 。やばいやばいやばい。バズも来た、最高か。あー、バスボム。やばい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 。愛してるよ。お出かけするか。お出かけして、お出かけして、ちょっとストレスと好感度下げよう。ストレスを下げて好感度を上げよう。どこ行っても58と38は変わらないな。病院が強い。病院行こっか。じゃあ GoTo 病院だ。病院が一番強い。インターネットメンタルクリニック、そうです。基本的に毎日元気です。怖い怖い怖い。素晴らしい。そう、目が起こしてくれたから大成功だった。起きれて偉い偉い偉い。やばい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 。ちょっとストレスと好感度がたまりにたまってる。いや、お医者になれば何でも経費で落とせる。ところが経費って何？それな。一発これかましてストレス下げるのもありだな。いやでも待って、これ好感度かな。もうちょっとだけ上がってくれればいいんだけどな。あー、これでで5721、こっちも5721かな。変わらないんだね。はいはい。じゃあこれ、こっち行こっか。いやね、これはね、正直いいと思うんだ。今、Day 6。今、とても悩んでいます、バトルは。すごいね、頑張りしちゃうからね、多分これじゃダメなんだよね。いけー、いけ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 、やっちまえやっちまえ、あらららららら、あらら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 、よっしゃいけ、よっしゃ。あ、パクトね。まあね、あらら、あらららら、あららら、トゥナイト。トゥナイト。やばいな。そっち側になってきてるな。こっち極めちゃう。
いや、ダメダメダメ、それはね、ダメだと思うんだ、私は。わかりました。明日に進みましょう。Day 7。あ、収益化記念がロックされ、ロック、アンロックされました。木以外だけ、まあね、確かにね。そうだよ。そうですね、盛大に祝ってもらいましょう。最高ですよ。1万人記念、素晴らしいね。安全な球体、かわいいかわいい。お前何者なん、ちなみに。謎ないで、お前めんだこか、これ。めんだこなのかな。かわいい、めんだこ球体がかわいい。取れてんのもかわいい、すべてかわいい。1万人記念なので、まあ場所はね大丈夫だと思うんで、まあとりあえず1万人記念は OK ということで。で、ストレスがこれで、好感度がこれで、闇の、うん、結構いい感じだな。おーおーおーおおお、ストレスも好感度も若干上がるの、素晴らしいね、これ。なあ、これでちょっとね、ちょっと下げるのもありだな。これで、とりあえずちょっと下げてもろて。お薬飲んだ、偉い。はいはい。疲れてるみたい。緊張。素晴らしいね。リボ払い。リボ払いダメよ。ダメ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 。ダメダメ。それはダメ。それはダメ。リボ払いは絶対ダメよ。お姉さん。リボはダメ。絶対ダメよ。もうね、はま、あの、抜け出せなくなるから、そんなことしたらよ。とりあえずしよっかな、ゲームで。よしよし、ゲーム配信はね、いいです。音ゲーに盛り合わせたら、ロードネは壁ドンしたし、あららら。リアル音ゲー状態、それはダメですね。権力者なるゲームやってて思い出さないけど、人生これより時間がかかる、あらら。あったじゃあね、権力者が人口を減らして世界を統一するというのがあって最高じゃねえか。共通の仮想の敵を作って怒り続ける。おお、怖い怖い怖い。確かにね。本当の願いは？ということで喋ってオタクたちの反応を見てみよう。もう試しだもんね、最高か。お、陰謀論レベル2来た。30年後に世界統一？なるほどね。愛してるぜ。ひたすら愛してる、送り続ける。いや、オーディオだけ。浮気はね、万死に値しますから。ピエノはよかったね、今の。最高ですね。長続きしてる。やばい。一生終わらないスタンプ合戦。あ、終わらない。終わりたいよ。終わった。夜にしてみましょうか。だいたいこういうやつって、何、たまに私やろうって思ってね、いつも選択が任せてごめん、やけるんだけどね、嫌いなブックは見てね。OK。全然それはね、いいよ。大変だもんね。配信しましょう。いろいろあるんだけど、連続配信ボーナスがかからないので、1万人記念はもう行ってるしね、全然。もうストレスが若干上がる。ストレスが 61.23、つないでが 69.42、終わってんな。これすげえな。いやー、これ残しときたいなー。にしろ、にしろ、ろ。ストレスを、ストレスをぶん殴って。
ストレスをさらに下げまくって陰謀論2入れて、でインターネットエンジェル1を次に入れるで、0.99。おー、どうしよっかな。ストレスを抑えまくった方がいいのかな、次の段階。下げてからこっちするか。それもありだな。とりあえずこっちするか。まあね、やっぱり記念配信はね、すぐやった方がいいんですよ。やりましょう。飛ばしたからね、ちゃんとしっくり見ましょうよ。タコの涙背負って電子の始末。超電ちゃんだよ、0番。これ、あ、これはできないんだね。オーケーオーケー。なるほど。記念配信するよ、何の記念かって。タイトル読めないんか？いやー、読めなーい。何するの？縫わねえよ。こんなのまだ通過点。そうだよ、通過点、通過点。電ちゃん、フォロワーが1万になりました。イェーイ。超電ちゃん、すげえ。そうやるね、この子。素晴らしいじゃないか。3000人弱読んでるんですよ、これを。見てるんですよ。素晴らしいわよ。この顔ならもっといける。見てるいける。素晴らしい。これから何倍、何十倍にはなっていくからね。じゃあ今日はインターネットの話しようかな。なんでこんな風になったか気になるよね。確かに。気になる気になる。大人が嫌いだったんだ。大人ってみんな不自然だもん。不自然。何？不条理とかそういうのじゃなくて。不条理だなんだ。難しいか。家も学校も嫌だと大人がいるか。それは家でずっと部屋か。あそこやった。まあ私欲望のままみんな生きてますからね。インターネットの大人って。それはそう。まあね、確かに。欲望のままの大人がうわんうわんいますから。まあ確かにね、欲望にまみれた世界ですから、インターネットは。自然だね、確かに。何も隠すことのないという。まあ確かに、願望とかね、そういうのが入り混じってるもんね。素直ではあるかもね。自分を隠しながら生きてるから。商店7000人。あれま。アパート、かわいい。記念配信の覚えさせあって、ご応用しまくんがない。このお金もっといい経済があって、もっといい配信するために投資に使う。素晴らしいわ。あんた、あんたって子は。